山川美森高チャンネルです。こんにちは。こんにちは。ね、今日は前と全然違う場所なんですけど、はい。今日は何をするかというと、はい、ここに置いている通り、この2022年春、はい、456買ってよかった釣り道具ベスト3、はい、買ってよかったもの第2弾でございます。はい、というわけで、まずは3位の方から。はい、これは、もうおなじみというか、あの、はい、ウィークリーエンチガハマ後編で大活躍してくれたフラペンブルーランナーシンキングですね。はい、S85 かな。 S85、 はい、これはもう、あの、超過で一番後半の方出たと思うんですけど、はい、そうですね、実績あって、あの、もう本当にこれ一つでいいんじゃないかっていうぐらいあのミーノのように結構、あの、うん、ウォーブルの動き入って、うんうんうん、なおかつ飛距離も出て、うん、やっと、あの、念願のシラスから手に入りました。シラスから2つ、2つもなんとあのインスタグラムで、はい、あのチャンネル登録していただいている視聴者の方から、はい、あのメッセージいただいて、あの、どこどこにあるから今来れるんやったら、あの、買って待っといてやるからっていうのを連絡もらって速攻行きました。めっちゃ親切。2つだけあったらしいんですけど、買って置いといてくれて、そのままの値段でずっともらいました。ほんまに親切にしてもらって。まだ投げてないんですけど、必ずこれで釣っていこうと思いますんで。釣っていきますか。はい、お名前はちょっと出さないでくれって言われたんで、はい、はい、そういうわけで本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、続いて、第2位、はい、こちらの、流儀のフックストッカー。おお、フックストッカー。はい、ね、これはね、あの、バス水の方で結構何個か持ってるんですけど、あの、今回ね、あの、フックストッカーっていうんで、うん、フックを、あの、パッケージのまま入れてたんですけど、あの、マグロ用の、こういう細かいリングとか、うんうん、こういうのを入れとくのにもすごい便利よくて、うんうん、あの、フックストッカーって言われたら僕真面目なんで、うん、フックしか入れてなかったんですけど他のもの入れてもすごくやっぱこの品番っていうか、このパッケージのまんま、あの、入れれるんで、あの、どういうものがどこに入ってるかとか何がないかとか、うんうん、すごく分かりやすくて、あの、マグロの小物っていうのは案外そんなに種類なくて、うん、あの、これで十分足りるぐらいで、あ、もうそれ1個だけで全部。もうこれ1個だけで、あの、増えてくると、あの、これ一応この、足せるんですよ、これが。あ、そうなんですか。そう。めっちゃ便利。フックの場合とかは結構パンパンに使ってるんですけど、うんうん、マグロの場合は、もうこれぐらいでいいかなっていうことで。あ、まだ入りそう、それだったら。そうです。なんで、もう、あの、これ一つで。へぇー。めっちゃ便利ですね、まとめられて。まとめられて、なんかフックストッカーに釣られて、フックだけでやってたのが、ちょっといろいろこれに入れてったろうかなっていう。あ、なるほど。はい。なんかそのパッケージのまま、ボックスの中に置いてたら、風吹いたり飛んだりするんですよね。あれですね、確かに。そういうのがあって、あの、これ一つあると便利と思いますんで。おー、はい、おすすめ商品です。おすすめです。はい。はい。というわけで、はい、栄えある第1位、バレーヒルの、うん、デュアルピースティック。デュアルピースティック。これ、ひらくん何するか分かれる。何の棒ですか。もう僕、カメラ の、 あの、下につける棒にしか見えない。あ、確かに。これは、実はね、こう、ニコイチになっていて、同じような、あの、細いやつ、うんうん、これは大きさ 135mm で一番大きいやつなんですけど、うん、これは何に使うかって言いますと、FG ノットとか、ミッドノットとかで、あの、ラインシステム組んだ時に、うん、締め込みで使うこういう棒です。あ、口で、あの、歯で挟んで引っ張るのを、それを手でできる。手でやったりとか、グローブでやったりとか今までしてたんですけど、あの、グローブで自分がここまで締めれるっていうところから、うん、これ使うとさらに締め込めたんで、やっぱり完璧を求めるんだったらこう専用の。で、特にあの P6 号とかマグロ用の、うん、太い糸と130ポンドとかの太いリーダーになってくると、うん、必ずこういうの必要になるなっていうことで。あ、でも確実に力が込められて、力が込め、これお互い巻きつけてこうやっていくと、多分もう何十キロって力ここにかけれるんでね、あ、確実に締まるのと、あと、まあ、これニコイチはなくしにくいのと、うんうん、これ一つやと、まあ、オフショアでは使うことないんですけど、うん、あの、 P で根掛かりした時に、あの、あ、リールとか持ってこう
引っ張ると、うん、あの B って強度が高いんでリールとかすごい痛めちゃうんですよね、うん、かといって手でやっても切る恐れがあって、そうですね、怖いですね。そういう時にこれ一つ持ってるとここにぐるぐるぐるって巻いてこうパチンって切れば、うん、あの安全のためというか、まあ、道具を守るためにも、うんうん、いろんな大きさあるんですけど、やっぱあの大は小を兼ねるということで、一番大きいやつですか。一番大きいやつで、もう一回りと二回り小さいやつ、まあ、小さくてもいけそうですけどね。まあ、いけると思う。でもやっぱりその力入るんで、うん、あの大きいやつをこう握る方が多分一番入るんで、ね、確かに力の入り具合で言ったらこれします。でこれは結構高かった、あの6000ぐらいして、えそれだけで、これだけで、えそれだけで、で買おうかで、ね、結構回って買ったんですけど、あのなんか YouTube の方には、うん、なんかあのこれの安く作る作り方とか、あ、まあ、できそうですもんね、うん、なんか多分できると思うけど、棒があってあんまりそういうの得意じゃないんで、うん、まあ、確実に、かつ結構その、ラインシステムで締め込みっていうのは一番大事なところなんで、うん、あ、なるほど、まあ、これでね締め込んで何かトラブルあってもまあしょうがないかなっていう思えるようなやつなんで、すげえ、はい、で多分一個持ってるとずっと長く使えるんで、うんうん、はい、そういうわけで1位に選ばせていただきました。わあ、さすが入念な。まあ、一応ねこの春編で言うと、うん、そんなに道具買ってなくて、あ、まあでも魚、まあ、釣り自体もそこまである程度揃ってるのってあるのと、うん、でマグロでちょこちょこ分かったりっていうか、まあ揃えたんですけど、あ、まあ、あの1回しか釣りにまだ行ってなくて、なんか魚も釣ってないんで、ルアーとかそういう小物、そういうものに関しては確かにいいか悪いかまだ分からない状況、実績がないから、はい、あ、というわけで、まあ、あのいいものに関しては、まあ、これを選ばせていただきました、うん、ああなるほど、はい、というわけで、とりあえず買ってよかったものをベスト3はこの辺で終わって、はいはい、次の動画ではあの大好きな大好きな買わなきゃよかった饒舌になる、はい、ワースト3いこうと思いますね、はい、今日のところはご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。